税金で買った本、星さん。図書館あるあるを漫画にした、図書館の中の人が作ったようなクソ激烈にためになる本。メインキャラは、図書館員のセクシー担当の巨乳のメガネ美人。筋肉ムキムキマッチョマンの図書館員のオス、ドキュンの高校生。ドキュンの高校生は自分がドキュンであることから脱出するために図書館に訪れて、そこからこのドキュンを通して、図書館何ぬねの？を学ぶ漫画。筋肉ムキムキマッチョマンの変態野郎がなぜムキムキになったのか？というエピソードとかが面白く、自分よりも弱そうな相手にはごねまくるクズのクレームに激おこぷんぷん丸して、ムキムキになればクズは基本ごねない動物だということを理解したからという部分がディモールトでね。とにかく公共物の扱いが中国人とほぼ同じ感じがジパングの奴らも人のこと言えないなと思える始末で、例えば実用書とかにここのこの部分はこうこうこういう理由で俺様は違う、ハイロンパみたいなクズルビが振ってあったり、落書きが書かれている本があったり、クズが多すぎるのぜ。それと、図書館がジプシーの人族の休憩所になってたりして、まあどう使うかは好き好きだけど、本来本にアクセスしたい人族の邪魔でしかないとか、ある意味無なクソ漫画。この漫画のクソ激烈に面白い部分は、なぜ図書館にコミックが少ないかというと、仮パクしたり、怪我して返される率が高く、本の補修にかかる費用だったたり人員を確保できないためという部分がクソ激烈に面白く、民度が低いから行政サービスの低下を招くという感じのしょっぴょむっちょがディモールとベネな作品。これと似たような理由で小児科医になりたい医者も減少傾向なのだけど、それは小児科医は訴訟リスクが他の医科よりも高いからなのぜ。これも民度が低いからそうなるんだよという一種の例だね。訴訟するなというつもりはないし、民主主義はごね毒な社会だからバンバン訴訟したりごねていいのぜ。ごねない奴はひたすら損をするように社会は作られているからなのぜ。ただし、行政サービスは低下の一途をたどるよ。でもそれはごね得な社会システムにした欠陥だし、あなたがごねないからといって、行政サービスが低下しないか？というとごね得な社会なので誰かがごねるから、しようがしまいが行政サービスは低下するよって話だね。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくおね。